Jリーグの試合を見に行きたいと思います。まあその前にですね、自分たちのチームの練習もあるので、今日は練習から頑張ってやっていきたいと思います。本番は早速やっていきましょう。グローリーチャンネル、よし。ほんまに日課になってるコールドシャワーマジで打っていきます。結構ガチで最初無理やったんだけど、まあまあ引っかかる。気持ちいいマジで。マジで結構慣れた。ほんまに気持ちいい。こういうシャワー。準備もね、できたんで、とりあえず練習行っていきたいと思います。ルカク、今日はね、公式戦前の練習ということでね、軽いんですけど、今日もしっかり練習頑張っていきたいと思います。おう、ただいまー。まあね、出発する前に身だしなみを整えていきたいと思います。ちょっとね、最近あった話をね、聞いてほしいんですけど、僕のあるあるみたいな話なんですけど、最近ね、滋賀のお祭りみたいなのにね、ちょっと僕行きまして、花火大会みたいなのに。でね、ありがたいことにね、僕なんてまだね、サッカー選手としてもインフルエンサーとしてもまだもうちっちゃい未熟者ですよ。もう全然そんな有名人でもないし、それはもう分かってるんですけど、最近いろんなところで声をかけてもらうんですよね。グローリー選手やとか、黒人ハーフあるあるの人やみたいな。で、まあその祭りの時もね、いろんな方にね、声をかけてもらったんですけど、大学生高校生ぐらいの子たちは近くまで来て、写真撮らせてもらっていいですかとかね、そういう風な声かけをしてくれるんですけどね。小学生とかって、まあ小学生ぐらいの子たちが僕のやつ結構見てくれてるの多いんで、すごい嬉しいっていう気持ちはあるかもしれないですけど、人がめちゃくちゃおる祭りで大声でグローリアって叫ぶんですよ。その祭りの時もすごくて、グローリーおる、グローリーおるみたいなね。まあ多分10人ぐらい地元の少年団みたいなみんなで来てると思うんですけど、まあ、すっごいなんかグローリーおる、グローリーおるみたいな感じで俺の方をずっとついてきてて、全然ね、嬉しいんですよ。嬉しいねんけど、恥ずかしいんですよね、普通に。やっぱり祭りで、じゃあ僕のこと全く知らへん人が、小学生ぐらいの子たちがもうめっちゃ大群でついていってて、もしかして有名人かなと思って、グローリー、グローリー、じゃあ検索してみようと思って検索したら、チャンネル登録6000人。絶妙やん、反応しづらいやん、うんってなるやん。もうなんかすっごいそういうの考えちゃうのね、僕。ああいういっぱい人おる前ですごいガーって騒がれるとね、ちょっと恥ずかしいんですよ、僕。まだまだ自分が小さいからっていうのもあるんですけど、どこにいても小学生の子たちがついてきて、別にそんな僕もひどい人間じゃないんで、ちょっと離れたところですごい人がいっぱいおるところで対応というか写真撮ったりとかサイン書いたりとかしてると、なんやこの有名人ってなるの嫌なんで、まあ、ちょっと離れたところでじゃあ写真とか撮ろうかみたいな。でちょっと離れたところで俺の周り10人15人ぐらい子供たちがこう集まってたんですよね。でまあ写真撮ったりとかで、ね、ちょっといろいろ話したりとかしてて、でほな行くわって言って行こうとしたら、ちょっと遠くの方から多分なんか有名人おると思ったんでしょうね。ヤンキーの軍団みたいなのが近づいてきて、うわなんか来たなみたいな。でもこれは俺のこと知ってるわけないやろと思いながら、えっと思って、まあでも有名人おるなと思って、やっぱ近寄ってくる人っておるじゃないですか。で、あ、それかと思って普通に歩いてたら、そいつらが、おい、エドポロキングおるぞって言うし、おるかって、そんなもんおるか、びっくりした俺、びっくり、ほんまに。なんか言うんかな思ったら、エドポロキングおるぞって、なわけあるか。なんでエドポロキングが滋賀の祭り行くねん。あとなんでエドポロキングに見えんの俺が。完全にブレイキングダウンの影響でしたね、あれは。ほんともうびっくりした、あれ。最近ね、僕にこういうことがありましたというお話でした。オッケー、完璧です。ルカク、はい、準備完了です。出発する前にね、珍しく今日のファッションコーデを紹介していきたいと思います。はい、まずね、
トップス革命クラブ、これね、僕の高校の同級生がね作ってくれてるやつでね、ちょっと背中のデザインがねちょっと見づらいんですけどね、背中のデザインもめちゃくちゃ可愛くなってます。いつも普段から愛用してます。次ですね、短パン。短パン履くことによって明らかにこの人はスポーツをしてる人なんだなっていうのをね、この足からみんなに伝えさせれるように短パン履いてます。でね、靴下がナイキ、これナイキのねロングソックス履くことによってね、周りの人はみんなね、あ、サッカーやってる人なのかなと思うんですよ。短パンで足のごつさを強調してロングソックスでサッカー選手って思わせることによってですね、今日試合見に行った時に、ね、観客におる人たちがざわざわします。僕はそれが好きなので、絶対に試合観戦行く時は一番あのサッカー選手っぽい服装で行きます。名付けてですね、今日の服装のコーディネートのタイトルは承認欲求でございます。バッチリ今日も承認欲求が固まった服装でございますね。いいですね。サッカー選手がオフの日に来てます的な、はい、ちょっとなんかあの人どこの人やろ、え、もともと奈良クラブおった人みたいなね、そういうオーラを出していきたいと思っていますので、今日はもう最適な格好じゃないかなと思います。では早速向かっていきましょう。ルカク、出発する前にちょっと補食を紹介していきます。はい。タンパク質サラダチキンバー3種のチーズ、これバカうまい。で鶏五目、これはい、もうバリうまい。ちょっとお昼ご飯ねしっかり食べれなかったんで。うまい、うますげ。鶏五目しか勝たん、マジでうまい。俺が宣伝したらファミマから鶏五目なくなんじゃん。ぜひ食べんか。はい、本日ですね、試合観戦 Vlog なんですけど、今日は奈良クラブのね試合を見に行きたいと思います。昔からね見てくれてる人ならわかると思うんですけど、もともとね奈良クラブ古巣ということでね、奈良クラブ2年間在籍して、で今の三代琵琶湖、改めまして令和の4月ねに移籍したっていう形なんですけど、奈良クラブね、僕がいた時は JFL やったんですけど、去年ねリーグ優勝しまして、今年ね J3 で活躍してるということで、まあでも今確かね順位が J3 の中4位か5位で、結構ね上位によって昇格も狙える位置というか、まあ、だいぶ初年度にしてはすごい成績を残してて、僕がおった時のね選手もね結構残ってるんで、今日は知り合いもいっぱいおるし、奈良クラブの試合をね観戦して自分の原動力にしていこうかなと思います。今日のね注目選手というか期待してるのは総太郎君、山本総太郎。まあ、総太郎君ね、このシーズン全試合出てるってわけではないな、ではないけど出た試合で結構点取ってるイメージがあって、まああとやっぱね身長もあるし点も取れるし上手いから、今日は総太郎君メンバーにしてたら期待ですね。あとはずっと出てる哲くん、哲くんも期待やな。どんな感じなんだ。哲くんはもう正直 JFL の時はもう優勝してたんで、 J3 でどんな感じなんだなって見たいと思います。あとは今日ねロートフィールドっていうところでやるんですけど、僕が奈良におった時代から毎日ね半分ぐらいに行くんかな。当時はね選手ね、まあ、そんなに楽しんで見れるような感じじゃなかったんで、今はね違うチームなんで、ちょっとスタグルとかも楽しみながら試合見ていきたいなと思います。では向かっていきます。そう、到着しました。せっかくなんでスタグルとか堪能していきたいと思います。すごい、あのスタグルをね楽しみにしてたんですけどね、思ってる以上に全部ヘビーなもんで、俺の食欲が出んかったんで、さっきにつまんでもうたから、だからもう試合観戦していきたいと思います。なんかこういうのも観戦に来た感じやろ。行こう、約1年半ぶりのねロートフィールド、やっぱカテゴリーが上がって環境もめっちゃ変わってめっちゃいいなって思います。お客さんも結構増えてるし、今日はね勝ってほしいですね、奈良クラブに。楽しんで応援していきたいと思います。嫌な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 
はい、今試合終わって帰っております。むちゃくちゃ激アツな試合でした。ちょっと試合の映像はね、ダゾーンとか J リーグは結構厳しいんでね、もちろんダメなんですけど、1対1の引き分けで、もうほんまに面白かった、面白かったし、なんか興奮めっちゃしました。まあちょっと今からはご飯を食べてから帰っていきたいと思います。はい、来ましたよ。ならいつもお世話になってたはじめ、お久しぶりです。試合終わりね、いつも奈良でお世話になってたね、お店にご飯食べに行ってます。リン、琉球からお帰り、お願いします。俺もね、奈良の選手、歴代の選手たちのね、サインとかもね、こう飾ってあるんですよね。僕のサインはありました、こちらになります。2020年、懐かしい。サウド魅力的や、久しぶりね。今年選手3号になっちゃったから、あいつらね。グローリーチャンネル。はい、本日も一日を終えました。今日はですね、奈良クラブのね、試合を観戦しに行った Vlog ということなんですけど、ほんまに久しぶりに奈良クラブの試合を見に行って、もともといたチームっていうのもありますし、J3 に上がって先を行かれたという感じでもあるんですけど、今日ほんま見に行ってよかったなって思いました。まあそれがね、なんでよかったのかっていうとね、本当に J リーグ、自分が目指してるところの強度とか、まあそういうものを生で見れたっていうのもありますし、自分がね、一緒にプレーした選手たちがこう戦ってる姿だったり、いろんなものがね、すごい刺激であって、僕にとって本当今日は昔のねチームメイトとも会えたっていうのもでかかったんですけど、まあ生で自分が目指してるところをしっかり見れたっていうのはね、良かったなと思います。僕自身もね、残り10試合ぐらいかな、今シーズン J リーグに昇格するかしないかっていうのがね、分かる今瀬戸際のところでいるので、このチームで昇格できるように残りの試合頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では皆さん、Bye.